キムタクがアップで出てきた。なぜキムタク？うん、ほら。タクヤ・キムラ、結構最近インスタやってんだよ。やるなよな。いや、かっこいいですよ。10万。それはかっこいいけどさ、今さらタクちゃんだよ。意味わかんない。意味わかんない。出てくんじゃないや。東城さんが困るだろうってね。俺なんかどうでもいいけどさ、なんかこう撮ってそうどのショットを載せようかなとか、どういうポイントで決めてるんですかね。どのショットもいいなっては思わないだろうね。やっぱり自分の中のお気に入りがあるんだろうね、きっとね。うん、嫌なやつだ。正直言ってかっこいいよな、相変わらず。かっこいいですよね、うん、年を取ったなりにね。あれ入んないよ。まだ入ってないんだよ。ほら。あれ？え、でもこっちも始まってますよ。え、嘘。あれこっちも入った。これが入んないの？あっちゃ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 。入った。なんで？オッケーです。いいんですかね。あにゃ、ありがとう。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きまーす。はい。はい、どうぞ。はい、皆様こんばんは。はい、しまーくインスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろよろしました。よろよろ、はい、今日は秋の第 1、うんね、第1号が入りました。はい、早、はい、早っ、うん、でももうぼちぼち、もう全然切れちゃいます、うんうん、こちらが秋の第1号のロング事例、はいはい、これのみなんですけど、はい、色違いで、はい、が入ったので、うん、早速、うん、もうご紹介したいと思います、うんうん、もう切れちゃうじゃん、全然切れます、ね、はい、今日ライブに、はい、全然違和感なく切られますので、はい、ご案内します、はい、そしたらそれはできるだけアップでそのブログ欄の部分とか見ていただきたいので、はい、これはですね、実は春に同じ形で入っていたんですけれども、うんうん、この秋にもまた、うん、あの 色が変わって入荷しまして、うん、あの素材感とかいろいろ生地が少し厚くなったんじゃない、春より若干そうだと思います、ね、落ち感がありますよね、うんうん、確かにもっと薄かったかな、はい、あので今から本当に今からずっと着られます、うん、はい、でこれは、うん、本当にデザインがすごい凝ったジレでして、うん、身ごろが、うん、身ごろが何でしょう、これはセルロースナイロンポリエステル、うん、こういうあのちょっとテロッとした、うん、あの生地感、落ち感のある生地感に、うん、この太めのグログランでポイントを作っています、うんうん、これが下まであって、うん、ジレ自体はちょっと A ライン、うん、でも落ち感があるので広がりません、うんうん、でこんな感じになっていて、うん、ポッケがこう斜めについていて、うん、後ろもここで切り替えています、うん、ね、ちょっとその後ろの感じはかっこいいね。かっこいいですよね、うん、やはりあのグログラングロググログラン、ね、グログラン の、 あのテープで幅広のテープで背中に叩いてて、あ、そっか、この上半身とここの切り替えから下がちょっと生地が違うんですね、うんうんうん、なので、色の微妙な濃淡もあの同時に楽しめます、うん、カーキ系の色なんですけど、うん、ここから上がカーキで、うん、下がちょっと
やや薄くなっていて、うんうん、でグログランも、うん、まあ、ちょっと同系色でっていう感じのデザインです、うんうんね、淡い濃淡ですね。はい、明確な濃淡っていうよりね、なんかでもメリハリが出てすごいかっこいいです、うん、かっこいいんだよね、うんうん、なんてもう着ちゃおうぜって感じ、もう全然着れます、うん、はい、で、ここは脇が結構大きく開くのでこういうところもすごい可愛いですし、うん、今ノースリーブで合わせてみたんですけれども、うんうん、本当にこの暑い最中からこういった感じで着ていただくことができます、うんうんうん、ワンピースもっこちゃんだね、海賊王に嫁はなる。はいはい、はい、それで、この A ラインに広がるこの広がりと、うん、ワイドパンツが、うん、結構小柄な私が履いて着ても、うん、このバランスすごく良かったので、うん、今回はワイドパンツで合わせてみました、うんうん、なんか全然すごいいいですよね、うんうんうん、ね、ワイドパンツ合わせはいいんだけど中を何か変えてみようかなってさっき言ってたのは、あ、そうですね、じゃあちょっとブラウスに変えてみます、うんうん、はい、今は例の、キャミ、うん、ボーダーのキャミにして、うん、ノースリで着てみましたけれども、うん、でもこの感じがねやっぱりこうロングジレって一番かっこいいけどね、かっこいいですね、おしゃれで、ロングジレをノースリで着るってかっこいいですよね、はい、狙い通りですか。狙い通りです、うん、いい感じです。なのであ、事件今日今んアクシデント、あ、アクシデント、うん、君のこれ、うん、ちょっといつもと違うんですけど、うん、はい、事故ったわけじゃないのね。事故ったわけじゃないよ、ちゃんとあります、うん、間違えてどっか置いてきちゃったとか、あ、ちゃんとあります、はい、はい、失礼しました。なので、うん、中をブラウスにちょっと変えてみます。はいね、暑い盛りでも秋物でも今着れるってなると楽しいね。楽しいですね、テンション上がりますね、うんうん、はい、ありがとうございます。今ちょっと着替えておりますので少々お待ちください。今日は今日秋の第完全秋冬物の第一発目ロングジレが入りましたのでそちらの方を、着てる状態です。ぜひお楽しみに見てください。今、なんかキャミソールのタンクトップで合わせてたんですけれどもそれを普通にオーソドックスにブラウスで合わせたいということで今着替えております。あ、まあ、それ、あ、いいね、爽やか、清潔感があってですね、うん、あ、いいいい、なんかダッポダッポするかなと思ったけど、うん、意外と、あ、いい、そのブラウスもいいね、やっぱりですね、うん、あら、良いじゃん、爽やかか、秋物だから、うん、秋物で合わせようとせずに、うん、このジレでしたら、うん、本当に今夏物と合わせていただけるので、うん、すごく活躍時期長いと思います、うんうん、このまんま素敵ですね、それこそ入れなくていい、入れなくていい、うん、そのままでいい、こんな感じで、うんうん、あ、もう全然いいじゃん、うん、本当に手抜きじゃなくて気楽で、はい、気楽だし、いい、なんか、うん、良い、いい感じだし、うんうん、そのブラウス、そもそもライブで一回も着てないね、着てないでラスイチです、うんうん、ひどい、はい、あとね、黒 と、キャメルが1号店にある、あ、本当ですか、うん、ちょっとそのジレ脱いで見ていただこうよ、だってこれやったことないです、形いいんですよね、すごくいい、あと背中のロゴもね、はい、めっちゃいいのよこれ、はい、このブラウス、いつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、このブラウスは、うん、綿100の綿ロン生地の、うん、もう本当着流しタイプのブラウスなんですけど、うんうんうん、このね、いい感じ、いい感じですよね、はい、このポッケの感じとか、はい、スキッパーの雰囲気、うんうん、
に対して、うん、ごめんなさい、はい、このお袖のちょっと優しい感じ、うん、上げるとちょっとポワッとした袖になりますし、うんね、まあ、下げてもちょっとこのリラックス感のある、うん、でもちょっとかっこいい雰囲気も兼ね備えたブラウスで、うん、結構これ何でも合うんですよね、うん、あとドロップしてるあのショルダーの付けのところがゴムサーリングかけて、ここがそうです、ね、バフってこう膨らまないような処理、はい、女らしい優しいデザインポイントにしてるんだけれど、ここで癖を取ってるっていうかね、ここのつなぎのところのね、はい、これはとっても綺麗に収まってると思います、うん、これゆえに。でしかもお袖の内側は、うん、あのリブになってるんです。これあったった、本当だ、はい、素材を変えてこっちが不白で、うん、ここがリブになっていて、うん、あのこうやって止まるようになってるんです、うん、キュッとカフスになってます、うん、そういうところもすごいですよね、うん、細かい、これ綺麗この後に及んでやっとこの後に及んでこんな感じでちょっとポワンとした感じの袖にもなります、はい、うんうん、普通に綺麗。あと背中のそのねタイプライター打ったような感じのちっちゃい、ね、はい、うん、ここが可愛いんですよね。可愛いのね、読む人いないと思うんだけど、はい、変な意味はないはずです。もううっすらで読めないぐらい、うんうん、でここもシャーリング入っています。はい、 Keep your face to the sunshine って書いてある。 And you cannot fit。 あと下読みきれない。皆さん英語勉強してたじゃないですか。ああはい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 、はい、老化現象で脳が萎縮しておりますはい、このまま着てもいいですし、うん、あのもう本当に前だけ入れてもいいし、うんね、全部入れてもいいし、うんうん、どんな着方もできるので、うん、あのスカートでもパンツでも本当に、うん、あのどんなもののトップスにもなりますので、うん、すごく使い勝手が良いです、うんうん、このタイプはこれからお出かけなさる予定の方、はい、お盆にかけて、はい、夏休みとかそういうのがまあいつが夏休みかわからないけど、一般的にね夏休みに旅行、小旅行とか行くにはさーっと着ていくといいかも、うん、その場で洗えちゃうし。そうですね、うん、で結構今冷房強いところも多いので、うんうん、もうこの感じだったら本当に快適に安心して過ごせます、うん、はい、はい、でこれでもジャケットを羽織るっていうんじゃなくて、でもジレを羽織って、はい、秋一番の作品が入りましたね。こちらのジレを着ていただいて夏の小旅行、いいじゃん。いいですね、うん、全然いけますね、うん、とても良いと思う。でジャケット代わりにこちらのジレを着ちゃう。頑張ってる感はないです、ナチュラルに。もう今ですねこれ、あ、いい、いい、全然いいですね。良い、あら良いじゃない、綺麗。はい、おい、どっか行っといで、仕事はそう、いいかな、行っといで3日4日行っといでみたいなね、こんな感じで、うんうん、あ、素敵です。本当に夏物と組み合わせて使えるジレなので、うん、はい、年間通してすごい長く着れますね、うんうん、あと素材感がね、なんていうの、トロンシャリンってしてるの。そうなんですよね、うん、やっぱり綺麗、うん、すごく。でなんかちょっとこうヒヤ、うん、いい感じにヒヤッとするっていうか、ね、で裏地がないのでより、うん、軽やかに着ていただけます、うん、こういう感じで、ね、でいつも言ってますように本当に縫製綺麗なんです。はい、すごい綺麗に仕上がっている。もういささかのピリもないですからね、うん、見てください、いいところですね本当に。とこのボタンは飾りボタンで、うん、前を留める仕様ではありません、うんうん、もう着流しタイプになります、はい、でポッケがこう斜めについているので、うん、それが可愛い、うん、ですね。はい、はい、いいね、いいですね、うん、じゃあ次色違いですか。はい、色違いの黒を着てみます、はい、いいね、
旅行って勝手にも日常的にお仕事にも当然使える人は当たり前ですけど使えると思うけど、良いかもしれない。俗に言う学校はそろそろ夏休みだよね。今日誰かが軽井沢に行くんだとか言ってらっしゃったけど、軽井沢なんか今くらいの格好がちょうどいいかもね。そうですね、うん、結構寒い、うん、ちょっとトレーナーっぽい感じとか何気に上着っぽいのは持っていきたいのよね。高知は、高知っていうかあの軽井沢とかの辺は、少々お待ちください。今着替え中であります。おお、黒は黒でやっぱいいな。おお、おお、エキゾチックになった。海賊ルフィがルフィ子ちゃんがワンピースの海賊がエキゾチックになった。海賊王になれてないじゃないですか、うんうん、それはなんかこうショールームじゃないや、あれみたい、イベントの会場の、はい、細かちゃんモデル、細かちゃん、はい、ちょっと半袖の T シャツでご覧いただきたく、こういう感じにしました、うん、はい、この事例あのここの幅がそんなに広くないので、うんうん、はい、半袖を着た時にもあのこうなんて重くならないっていうか、うんうん、あのここら辺がドーンって来ないので、うんうん、なんか軽やかに収まる事例だなと思います、うんうんうん、良いね、なんかいいですよね、うん、また雰囲気全然さっきのカーキと全然違う。そうですね、全然違いますね、うんうん、黒は本当にあの素材の違いはあっても全部黒なんですけど、うんうん、まあ、微妙な濃淡があるかなぐらいで、うんうん、やっぱりエキゾチックですね、うん、黒はね、かっこいいですね、うん、さっきのはおしゃれって感じで、こっちはエキゾチック、うん、おー良い、はい、もうあの細身のパンツとかはもう絶対合うので、ワイドパンツとか、うん、あと逆に短いパンツとかで合わせてご覧いただいたんですけど、うん、もう本当お手持ちのボトムに何でも割と合わせはしやすいんじゃないかなと思います、うんうん、この感じも完璧。あとキャップかぶってみて、あのどっちでもいいから、プラダじゃないよハットとかさ、キャップじゃなくてその横っちょの、まあ両方かぶってみて、あ、素敵、うん、こんな感じで、あ、なんかいいじゃない、なんかかわいい、なんかジレ、はい、そうそう、このジレなんかちょっとデザインが優しいですよね、うん、優しい、そうそうそう、なんかちょっとこうかわいく収まる感じがします、うんうん、で、ちょっと揺れ感いいですね、揺れ感が綺麗、うん、厚みが少しある、うん、秋冬の厚さ、厚みのある生地の揺れ感ってまた独特よね、はい、そうですね、ふわふわって羽衣の揺れではなくなるんだけど、今度は生地自体 の、うん、あの揺らぎみたいな感じで、はい、で、とても落ち感はしっかりありますからね、うん、安定した揺れ方です。あとここも結構開いてるので、うん、こういうなんか抜ける感じが、うん、こう全体を重く見せないかなっていう感じがして、うん、こういうところもすごくいいかなと思います、うん、良いと思う、はい、かっこよいです、かっこいいですよね、うん、あっちの帽子かぶってみて、日差しが強くなるとさ、あ、これかわいい、全然雰囲気違いますね、うんうんうん、ファッションさんはこの雰囲気だとこっちがいいな、この帽子もそんなに
ライブとかでご案内したことないんですけど、うん、でも確かにこのジレと合いますね。バッチリよ、バッチリ。それに何かやっぱり同じような感じのバフッとしたバッグかなんか持ったら現代版ヒッピーですよあれ？あれ？どうなんですか？なんか褒めきりたくない。なんだか。さまよえる。なんだか。そう。はい。はい。はい。うん。そんな感じで。うん、良いと思います。いいですよね。はい、で、そんな感じですよ、はい。はい。今日はこちらのご紹介なので。はい。本当に楽しめるこのジレ。はい。はい、お値段、うん、ジロの後ろを見せてくださいって。あ、失礼しました、うん、後ろがまた綺麗なんですよ、これ見てください。こうなります、はい、いつも言うようにね、後ろのここの切り替え下をバイアス立ちで入れてるので綺麗に縦にドレープが入ってます。これ、はい、うん、これ飾りなんですけど、そう、そのね、タブがまたちょっとおしゃれ、はい、この大きさが効いてますよね。重みが効いてる。これがファン、あのファンファンってしてると嫌なのね。これがしっかりとこう重みを持って下がってるっていうのがちょっとデザインポイントで、うん、はい、もっちさんかわいいってこのジレかわいいですよ、なんか、うん、ありがとうございます、嬉しいです。このこっちの色違いもこういう感じになってます。生地はね、あのほどほどに、あの春夏バージョンの2倍ぐらい、そう、あの厚くはないです、はい、全然、はい、なんかジャケットのような感じじゃないんですよね。薄いコートって感じの生地感、うん、そうね、うん、薄いコートっていうか、はい、感じの生地、あの薄くはないです。でもあのガサツな厚さじゃないです、うん、まあ本当にいい感じのね、程よい、あ、秋だなって感じの、そう、薄っぺらい意味での薄いではないですね。かといってこう分厚い感じじゃない、そう、そよがない重みはある、うん、ちゃんとジャケット感はあるんですけど、そうそう、そっちね、どっちかっていうと、はい、しっとりとした重みがあるので縦にきれいにドレープをあの背中後ろ姿もう一回、うん、そのままそう、少しの重みがあってあのバイアス立ちしてるせいもあるんですけど、縦方向のドレープがすっごい綺麗に出てます、うん、そういう感じ の, あの厚みですね。あとちなみにこの上半身のこの生地はすっごい伸縮します、うん、なので、うん、あのあ長さ、はい、測ります。そうか、今日お見えになってたけどご覧になれてないんだ、今日入ったからその後にね、すいません、すいません、昼過ぎです、入ったのがね、はい、長さ測ってください、はい、長さで、ちなみにここが、うん、あの伸縮するので、うん、あのこの部分は割とこうフィットするっていうか、うんうんうん、浮かない感じになってます、うん、ね、うまくできてる、そう、浮かないようになんか小ぶり、小ぶりっていうと言い方悪いんですけど、はいはい、コンパクトに作られてて、うん、でも着心地いいですみたいな感じ、うん、真夏は暑いですかって、いやもうね、逆に今着ませんかという提案です。今日入ったからどうのじゃなくてね、うん、中に合わせが先ほど の, あのロンのブラウスで合わせたりとか、キャミソールで合わせたりとか、最初ので今半袖の T シャツで合わせてますけど、今着てほしいっていうか、今からもう着ましょうよっていう一着ですね、うん、これだったら着れます、うんうん、裏地もないし、はい、ちょっと長さ測ってみます、はい、1m20 ぐらいあると、なんかね、かっこいいんだよね、綺麗ですよね、うん、で、重くはない、そう、よく秋冬のワイズとかのああいうジャケットとかこうロングジレ風のものの厚さのギャバジン風の厚みじゃ全くないですね、うん、脇の空き具合がいいですね、うん、あ、本当にそうです、はい、この下から、うん、この襟下から、うんうん、襟下から測って107、そんなもんか、襟下から測って、うんうんうん、ここの、うん、でまあ110で見てもらえれば大丈夫、そうですね、うん、うん、そこね、こっから測って107、うん、はい、上から測って110です、はい、
長さですね、うん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 、長すぎず短くない170ぐらいある方でもかっこよく着ていただけるね、はい、あのスンタラム風にならない、分量感が結構あるので、はいはい、あのお背がある方もかっこいいです、うん、ちょっと細かちゃんたちが着ても全然平気だね、はい、そう、ここいいですよね、うん、そう、綺麗綺麗綺麗ですよね、うん、あのしなやかですね、この生地はね、うん、厚みがほどほどの厚み、はい、そしてしなやか、うん、でこの揺れ感がまた綺麗、羽衣の揺れ感じゃないですよ、あ、ちょっと違う、落ち感がある、うん、そうです、ドレープ効果の効く厚みです、うん、はい、で、あのね、ここが詰まりすぎると、うん、今時期ちょっと重いかなって思うんですけど、うんうん、このほんと縦に流れるこのシルエットなので、うん、全然こうこの厚さで着ても重く見えないし、うんうん、はい、あの実際に全然サラサラしてるので、はい、暑苦しさはないと思います、うん、と思います、すごくいい ね、うん、ね、はい、このメーカーさんは本当に着る時期から考えて納品されますよね、うんうん、だから本当に秋の第1弾としてすっごい最適です、はい、うん、だから夏の秋の第一、あ、そうですね、夏着る秋の第一だ、あ、いいですね、うん、それすごい、もうね、今日あたりの猛暑で普通に着てて全然平気、全然着れます、脱いで、ね、手に持ってても、はい、この抱えてる腕が厚みを、はい、厚さを感じない素材感、そうです、ね、ひんやり感があるのね、はい、このストレッチいいな、はい、このストレッチすごいね、でもほんとちっちゃくなるので、そうですそうですそうです、はい、あまりあの長時間踏んづけたりしてない限りあのシワにもなりにくいですね、はい、そうですね、使いやすいですね、はい、ちなみに入会した後アイロンかけた、かけてない、かけてないです、ああのシワになってないですね、今日入会してアイロン、いつもシマークの場合は入会すると、うん、全部どんな綺麗な状態でもあのアイロンかけるんですけど、アイロンかけないでこの状態です、色を迷いますね、迷いますよね、みゆきさんは迷わなくて、カーキじゃないですかね、カーキだと思いますけど、うん、ちなみにこれご家庭で お洗濯できます、うん、しかもね、お値段があれなのよね、これね、お値段がね、これね、高級感あるのよ、すごいデザインも凝ってますもんね、そうそうそう、作りはもうほんとしつこいけどめっちゃ綺麗で、うん、生地も綺麗だって、こんなに大きく下の部分はバイアスで取っていて、うん、はい、しかもめちゃめちゃ長くグログラムを使ってて、はいはいはい、これ結構生地の分量は使ってますよね、はいはい、で、すごくいろんなところでこだわってるので、はい、あ、春に黒のジレ買ったけど黒欲しいです、あのね、春のうちで買っていただいてたらあれより生地が全然、はい、あの秋冬っていう感じなので、はい、バッチリです、黒、自由が丘も入ってます、はい、自由が丘も入ってますから、はい、今日あの売り場から外しておきます、これはもう、はい、今日ね言ってたんだけど追加しないでもう売り切りごめんっていう形で各店1枚ずつあるだけですので、ぜひよかったらあのお試しください。やっぱこの時期の特別品っていう感じなので、うん、はい、うん、あの自由が丘店伝えておきますので、はい、明日の朝にはもう売り場から外しておくようにしておきます。ぜひお試しください。すごい感じの値段言ってないよね。値段言ってない。はい、すみません。こちらワンサイズのみです。びっくりですよ。これリアルに見たら余計びっくりだよね。うん、早く言いなさいよ、はい、あ、はい、お値段が18,480円になります、はい、ね、でしょ皆さん、ブラウスのお値段です、税抜き16,600円、うん、シマークのリーズナブルなブラウス価格だよね、うん、本当ですブラウス価格、そっか、そうですよね、そうそう、普通のブラウス価格、確かにこれいいロングジレだもん、いや本当にこれなんかあんまりロングジレ着ない方も、うん、この雰囲気って結構着やすいんじゃないかと、うん、いやいや、もう本当カーディガン代わりだし、うん、コート代わりだし、コート代わりだし、なんかスカートのように使えるし、うん、なんか使い方もは私はブラウンください、はい、あ、もう絶対、はい、バッチリだよね、ブラウンがいいと思います、はい、はい、
じゃあこちらはブラウン、はい、取っていただいて、はい、宇宙が丘で黒をお取り置きさせていただきます、はい、すごいおすすめなの で、ね、ぜひお試しください。あ、うん、ちょっと他のもちょっとお値段だけ言いますね、はい、いいよねこれ、これいいですね。実は今日ねパッションさん少しこう、ね、熱中症ってわけじゃないんですけど少しこうちょっと体調が頭が痛いとか言ってもう今日は俺やめるとか言ってたんですけどせめてこれを紹介したいからって30分だけでもうとか言ってそうそう、うん、ご紹介できてよかったです、うん、出たらもう普通に喋ってる自分がいるやっぱり洋服って海遊魚体調もよくしちゃうのね海遊魚そうそうそう俺マグロマグロじゃないかブリかマグロマグロかグロ、うん、先ほどご紹介したこちらのブラウス、ね、これもおすすめすっごい良かったです良かったですよね、はい、このロゴがさりげなくて可愛いです、うん、なんかたい、ね、頭の悪さじゃない悪さと痛さがこのライブでこの字で見て話してたら結構治ってきた喋り足りなかったんですかねそうかもはいすいませんいやいやいやもう最近ね私エアコンが夜ダメで暑い35、6度の部屋で寝てる状態だから余計ダメなんだよねどっちもですよね、はい、ちょっと心配になっちゃう、はい、いやいやいや、はい、こちらのブラウスがワンサイズのみ15,180円が、うん、これはちょっとねすごいですよなんでかな16,260円ほとんどやってないしライブでねライブであんまりやってないんですよ危険ですはい気をつけますありがとうございますアイロンの風が直接当たるのもダメだしそうそうエアコンでしょそうアイロンじゃないよ君もおかしいやったエアコンの風がはい、はい、ダメだし、はい、暑さにもバテるしで、はい、そうそうちょっといろいろ心配ですね、うん、でもこの時間はね元気になるああ病気かな心配ですよ、はいはい、こちらあとキャメルと黒をご用意できると思います、はいはい、ねすごくいいよねこれねすごい涼しいですし、はい、本当にメンロンのガーゼのような生地なので綺麗、ねね、着た時のねこうふわっとした感じとかねそうそう気持ちがいいですよねペトペトしないっていうのがなんせいい、はい、あと代表版現状もうこれはストックないんじゃない？ないです、ね、ストック、はい、こちらのウエストリブのデニムイスコデニムのワイドパンツ、はい、こちらで38サイズで18,480円です、はい、ではもう変わらずおすすめです、はい、でお盆次にまた追加で入ってきますけど、はい、現状ほぼなしなしですそれは38私物あいやお店なんですけど38はあるのね1本だけねはい、はい、でこちらの T シャツ、はい、ブライガードね。これなんか本当生地感がいやいいのいいのうんいいの本当にリーチしていただいている方たちはもう本当にいつでも幸福の女神の尻尾を離さないですね。うん、すかさず。そう。13,200円が15,660円でございます。これも良かったね。これ本当生地がいい感じです。うん、うまくなんかね、うん、そうね、うん、そうなの。すごいいい感じです、うん、生地。うん。生地。本当にすいません、ボキャブラリーが、なくって。で、この伸び伸びがまた良い。はい、もう刺してくださいとか、もうなんか情けをいただく感じの話になっちゃって意味ないです。いやめっちゃいいですねこれ上がる、うん、かっこいいかっこいい、はいうん、これひとみさんバッチリですよこの黒ね絶対かっこいいそんな感じになります、はいうん、今回は追加発注一切しない感じで本当にしませんのでシーズン始めはしないですね、はいはい、でこれワンピースこれだけ丈があるので、うん、ワンピースの上に羽織られてもすごい素敵なので、うん、ぜひ、はいはい、この丈感は結構いろんなものを合わせやすいです、はいはい、そうですねあともう1枚ずつ今とりあえずこうキープが入ったので1号店の1枚ずつとここの黒と自由が丘のカーキそれだけだもう確認しかないってことですねそうですね、はいまあ
伝わりますよ、大丈夫ってボキャブラリー、あれさありがとうございます。小時なんかもっとあれで、ね、こんな感じのいい感じなんですみたいなね、おいおいってもう変わんない、そう同じこんな感じですって、すごくいい感じで、なんて言ったらあるか分かんない、なんかいいです、はい、なんかいいんですよね、なんかいい、はい、よかった、はい、すごいいいので、これはぜひおすすめ、はい、すごいいいのでねすごいいいので、はいはい、間違いなく、はい、すごいいいです、うん、あとやっぱりね、あのカジュアルな感じなんだけど少しドレッシー、うんうん、要するに綺麗なんです、綺麗です、そう、それがポイント、あの綺麗めのパンツと合わせていただくとエレガントになるので、本当にそういうのでも合わせていただきたいし、うん、あのカジュアルな感じでスーパーカジュアルになるとちょっと寂しいじゃない、そうですよね、うん、ちょっと安く見えちゃう、でもカジュアルな感じのデザインなのに、うん、素材感なのにエレガント、うわ綺麗ね、はい、こんな感じでブラウン系とカーキ系とこのカーキのジョグパンツで合わせられている感じもまたすごい素敵かなと思います、綺麗です、はいはい、おすすめです、はい、なんせ今日はねこれだけでも紹介したいと、はい、ちょっと頭痛いんだけど今日はやめとこうよっていうのを引っ張り出された甲斐がありました、はい、30分っていう、はい、ですのでぜひお試しください、うん、すごくいい、すごいいいです、はい、じゃあ次は、土曜日の8時半からのライブになります、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました、うん、ありがとうございました、いきます、はい、This is the fashionありがとうございました、はい、今日もありがとうございます、ぜひお試しください、はいはい、ホームページにも載せてますので、はい、よかったらご覧ください、はい、37分で終わると何もやってないぐらいの感じするね、感じしますね、いいのかな、うん、みたいな、ね、世間一般には10分よ、あとブログもライブの写真載るんで、ブログ、うん、ブログ見てください、ブログね、ブログ、はい、分かりました、失礼いたします、はい、ありがとうございます、本当にいつもありがとうございます、皆さんには感謝、お時間いただきありがとうございます、はい、失礼いたします、はい。